お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、マスケラですね。で、まあ、形がこちらなんですけど、とまあ、最近のスケラだと結構ボーラーブビドラの、なんだろう、ドラドラか。インドラ入りのマイスイーツとか、結構トルネありのスケラだったんですけど、まあ、今回はね、トルネなし型っていうので、まあ、やっていきたいと思いますね。で、まあ、珍しく、マスケと雪玉かな。ここが意外と、あんま見ないかもしれないですけど、雪玉がね、めちゃくちゃ便利。あんま使ってこなかったから、最近というか、まあカード進化で出てから雪玉を。そんな使ってなかったんですけど、なんかいざ使ってみると、めちゃくちゃなんか防衛が強い。そう、防衛面で、マジで、えげつないぐらい活躍するんですよね、雪玉が。ガゴムレとかも雪玉がほぼ雑風みたいなもんなんで、雪玉だけで、あとタワー一発でね、ガゴムレとかガゴとか処理できるんですよね。だから、まあ、意外と普通に、まあ、ザップと一緒っちゃ一緒なんですけど、あとは小ジョバブとかノックバックがあるっていうのがすごい強いですね。バルーンとかもか。そうだから雪玉が結構いいですねいい。でもその分ロリババがこのデッキには入ってないんで、まあ、ギャングとかだったら別にボーラーもあるし、まあ雪玉でいいんですけど、吹き矢をどうにもできなくなっちゃうっていうのがあるんですよね。やば、相手、ジャイボーラーっすね。やば、多分、ジャイボーラーな気がするんですけど、いや、違うか。なんだこのデッキ、相手。こんなデッキある今。これ雪玉でぶっ飛べ。あ、まあね。始まったばっかなんで。なんだろう。ベビードラガーチャー宝石。あんま見ない。なんだろう。ベビードラアーチャー宝石。スケラ対決かな。さては、スケラ対決っぽいですね。あれあれ何がスケラ対決や。ゴレですね。ゴレでしたね。なんでなんか、なんだろう、アーチャー入りのこれってなんか、可愛いですね。ちょっとなんか、ランバーのレベルがまだ上がってないんですよ、みたいな。ちょっと、レベル足りなくてみたいな。ダクネのレベルが足りなくてみたいな感じですか。そんな感じだと思います。マスケが優秀。でもいい。マスケが働く、この射程ですね。ねえ、まあ、ちょい痛めですね。右は攻める。で、アーチャーは速攻フリーズする。よいしょ。あれ美味しくね。これで、相手ウッドで防衛するけど、あ、勝ちましたね。ちょっと今相手のウッドがマスケを処理したい、マスケ処理に使ったからスケラが無双しました。これも墓石をちゃんと逆サイの位置に置いてあげたら、引っ張ってくる。で、まあ、ライトニング打たれるけど、まあ、これの強みがフリーズですね。はい。こんだけ。フリーズで1個取っちまえば、何でも防衛できるんで。で、まあ、気持ち雪玉ね。よいしょ。はい。ってなわけで、まあ、相手のこれの形が珍しいっちゃ珍しいんですけど、結構ゴレにも、普通に勝てると思いますね。で、ラバとかにも雪玉マスケが、すごい優秀で、コウモリもあるし、結構回転も早めなんでね。おやこれやばい。なんかバイク通って、家の前バイク通った音がワンチャン入ってるかもしれないし、まあ、入ってても、まあ、気にしないでくださいねとやばい。この人僕知ってるんですよ。このマッチングの人、そのディープダウンローっていうので、ホグロケット矢の雨フリーズのバーバリアンがあったかな。なんかマジでえげつない。アイスイズもあった。アイスイズバーバリアンホグフリーロケット矢の雨テスラみたいな。あれなんかそんなんだと。あー、コウムリ。あ、ガゴムレもある。そう。コウムリ、ガゴムレの人なんですよ、この人。ほら。やばい。よく覚えてる。最近、よく覚えてる。よいしょ。で、ホグ振りだから、一応ホグ釣れるように宝石1個上にして、
で、ロケットだからマスケが結構美味しく働きますね。そう、スケラも刺さる。で、ガゴムレが来るんですよね、これ。あ、来たわ。もう来たわ。どっちを攻めるかだな。あー、これ厄介ですね。あ、でも、あー、待って。そっちから殴るか。まあ、来るよねーって感じですね。まあ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 、許容ですね。許容で、ホグフリで削ってきて、最終的にロケットで削られちゃうんで。いや、これコウモリ分かってた。出すのがちょい遅かったです。で、意外と、これスケラがめちゃくちゃ刺さるように思えるんですけど、相手の矢の飴が、マジで厄介なんですよね。矢の飴って結構、普通に腐るっちゃ腐るんですけど、スケラ相手に、スケラの防衛で矢の飴疲れるのめちゃくちゃ嫌なんですよね。あ、なそのこと言ってると、相手がもう攻めで使ってきましたね。よいしょ。これ、そのタイミングっていう時、え、待って、俺嘘ついた。あ、フリーズか、これ。フリーズ。で、これコウモリ来ても、雪玉あるんで、あ、違う、全然違うよ。で、このケツボーラーとかも良くないですね。相手のロケットに。そう、普通だったりしちゃうんですけどね。これ、まあ、デッキ分かってるんで、もう。デッキをちゃんと覚えてるんで、この人。結構だって、ディープダウンローなんか、覚えやすくないですか？よく覚えてますねみたいなのありますけど、覚えやすい。これロケットだよね。これマスケ多分生きる。よいしょ。チャンス。あ、これ雪玉打ったらやばい。いや、いい。フリーズ打ちたい。お、いい。コウモリも。どっか。で、やらめで、資金？まあそうですね。まあまあ、でも誘奪戦なんでね。しかも結構ダメージ取れてるんで。ちゃんと墓石ホグ来た瞬間かな。いや、置いとこう。一回置いて、フリーズないから一回我慢すね。相手諦めたくね。諦めてないんか。なんやねん。え、美味しくない、これ。多分フリーズしてくれてこの人しこんのかい。これ勝ちましたね。おいしょ。で、どうせバーバリアンで守るしかないし。おお、それは読めなかった。さすがに読めなかったな。グッドゲーム。あざますって感じですね。でもまあこれも結構初見殺しのデッキなんで、相手は。まあそこを分かってなかったら、まあ後ろからボーラー出してロケット撃たれてとか、結構ね、普通にボコボコにされてたかもしんないですね。なんでまあ、普通にグラチャレとかもなんですけど、そのもうこれ一つで本当に勝率が上がるっていうのは、その結構どんなデッキが存在してるかっていうのを頭の中にというか、なんか覚えておくのは大事ですね。まあ今のさっきの僕の試合もそうなんですけど、結構、まあ、この人がこのデッキっていうのはさすがにグラチャレとかだと無理だと思うんですけど、なんだろうな、今こういうデッキがあるよなみたいな。例えばラバデッキだったら、今ディガーとバルーンがないラバデッキがね、流行ってるんですよ。っていうのも、まあ、知ってる人じゃないと知らないし、けどそれを一つ知っておくだけで、勝率とかがすっごい変わると思うんですよね。立ち回りがそれで変わるんですよ。相手のデッキを知ってるだけで。で、だから今、これをしたら刺さるとか、じゃ今これは相手はできないなみたいなのがわかるんですよね。相手のデッキは少しわかるだけで、2枚とか3枚出ただけで、結構攻めるタイミングも変わりますし。なんで、なんか意外と、なんだろうな、結構デッキを覚えるのは大事だと思いますね。でも、トロフィー3000とか4000とかになると、なんか意外と、もうなんかいろんな、すごいいろんなデッキがあるから、結構難しいかもしれないんですけど、まあ、グラチュアレとか、クラシックチャレンジもかな、結構、普通にデッキを覚えておくっていうか、まあ、知っておくのはすごい大事なことだと思いますね。環境のデッキというか。流行りのデッキをしっかり頭の中に入れておくっていうのは、自分の中でめちゃくちゃ大事なことだと思ってますね。よいしょ。これゴレがちょっとは入っちゃうんですけど、まあ言うて、ちょっとなんでね。よいしょ。で、相手はマスケを処理しないといけない&ボーラーも一応警戒しとかないといけないっていうので、今ロリババ咲いたんですね。
攻めるスケラは多分フリーズ防衛されるから、じゃあポイズン防衛されるからスケラは。ユニットでワンチャングルーしてもいいんだけど、まだだな。一回まだ待ちますね。リーマ相手ポイズン打ったから、こことかで、ここですね。ここで鉄ゴリしたから、これに合わせてスケラ行きます。ここでご了承っすね。おーおーおお、綺麗。ああ、やばい。それは相手がうまいですね。ポイズン回した？回ったのかな普通に。まあけど、これで攻めたことによって、まあユニットがねたくさんあったんで、溜まってたんで、ゴレがすんなり解けましたね。よいしょ。ほい。これはもう攻める。で今ポイズン絶対回ってないから。ロリババかな。でロリバブ、あはポイズンやんけ余裕でポイズンやんけ。まあ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 。でこれ墓石を絶対残さないといけない。あーおしゃれ相手。これ雪玉使いたい。で延命して OK。 危ないですね。危ない。ちま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 削られてるんで。よいしょ。これ美味しいですね。タイミング。まあ、これ出すであろうタイミングで。これワンチャンボーラーにフリーズしたらダメなのかな。知ってもよかったみたいなとこありますけど。よいしょ。いやー、ここ守れるかな。ちゃんと逆サイに釣って。いや、変に守らず攻めてもいいっちゃいいけど。いや、守るか。待って、ミスったミスったミスった。ユニット出てあるか。あ、待って、やばいやばい。待って、待って、待って。いや、いや、守れるよ。守れるよ。爆破さえ、爆破、やめろ。爆破やめろ。ゴレの爆破やめろ。ランマやめろ。惜しい。惜しい。今のもな、なんだろう。今の絶対勝てた。これマジでもったいないですね、最後。めちゃめちゃ勝てた。勝てた感すごいあった。左にもっと攻めてもよかったっすね。結合でした瞬間に端前ボーラースケラしたけど、あそこでもっともっと重ねてよかったですかね。はい、というわけで、まあ、最後負けちゃったんですけど、これも今のもちょっと僕が甘かったって感じですかね。普通に勝てたですね。もっともっと自分が攻めてればよかったですね。はい、というわけで、なんだろう、何言ってたっけ。そうグラチャレとかをやる人とかは結構まあ、環境のデッキとかを頭の中に入れとくだけですごい勝率とか上がるかなと思いますね。はい、なんで少しでも意識してやってもらえればいいんじゃないかなと思います。というわけで、はい、今回終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と